駅ホーム桜に包まれた笠木駅。画面手前が亀山方面笠木駅は京都府相良郡笠木町大和笠木にある西日本旅客鉄道関西本線の駅である。事務官工度は62万813。関西本線は関駅から東駅までの各駅が大阪支社亀山鉄道部の管轄となっている。隣の鴨駅からは 大阪市社直轄駅となる。島式ホーム一面二線を持ち、列車交換が可能な地上駅である。駅舎とホームは、古線橋で連絡している。ホームの基礎は、関西鉄道時代の石組みづくりで、ホーム長は8両編成に対応している。古線橋駅本屋、待合室等も関西鉄道時代の様相を保っている。かつては、 駅舎側にも一本貨物用の路線が付設されていた。亀山鉄道部管理の簡易委託駅で窓口が設置されているが、朝晩は無人となる。コインロッカーが設置されている。また、改札外にはピアノが設置されている。駅舎内に自動券売機がある。2021年3月13日より愛国化が利用可能になる。当駅ではチャージもできる。 窓口営業時間は午前7時午後18時40分。京都府統計所によると1日平均乗車人員は以下の通りである。木津川を挟んで平行に南岸に関西本線、北岸に国道163号がある。北岸に笠木町役場と笠木小学校があり、笠木大橋が南北を結んでいる。相良東部広域バス駅の東側にある 笠木産業振興会館に産業振興会館停留所が設置されている。1日4往復、月、水、金、土の運行。また、徒歩15分ほどの広岡バス停より奈良交通バスに乗り近鉄奈良駅方面へアクセス可能。ありがとうございます。